こんにちは。生態ニコニコスタイルのデロです。本日もドラマご覧いただきありがとうございます。ということで、今日はですね、椎間板ヘルニア。ね。それのですね、病院と生態の違いということでですね、お伝えしていきたいと思います。椎間板ヘルニアというのはですね、この背骨の病気のことですよね。背骨の、こういうね、軟骨、背骨があってですね、背骨があって、骨盤があって、この背骨の軟骨の中身がですね、椎間板をぶち破って出てきて、その飛び出たのをヘルニアと言うんですけども、これがですね、神経圧迫ですね。ここに出ている神経をですね、圧迫して、そして、腰痛だったりとか、あとは足の痛みとか痺れ、そういった症状が出てしまう、ね。そういうものをですね、椎間板ヘルニアというふうに言います。で、腰痛になっている人の、ほとんどはですね、このヘルニアがあるというふうに言われております。それぐらいですね、この腰痛とか、足の痛みとか痺れの人のですね、典型的な、病気の一つなわけです。で、その改善のですね、その治療の仕方として、この病院で治療を受けたりとか、あとは、整体で施術を受けたりとか、ね、いろんな、やり方、いろんな改善方法があるわけですけども、その中で今回ですね、この病院と整体との違いですね、こういったところをですね、ちょっと詳しくですね、お伝えできればなというふうに思っております。なので、この違いがわかると、あなたがですね、病院の方が合ってるのか、それとも整体の方が合ってるのか、ということもわかりますし、あとはですね、その改善の仕方っていうのが全く違いますので、あなたの考え方に合う、やり方はどんな風なのが合ってるのかっていうこともわかりますし、あとはその根本的に改善したいですね。痛みがただ改善するだけじゃなくて、もうね、二度とこの椎間板ヘルニアにならないためには、ね、どういうことが大切なのか。そういったところもですね、今回の動画で分かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ね、この病院と整体の違いを通してですね、そういったことも分かると思いますので、その違いについてですね、今日はお伝えしていきたいなというふうに思います。でですね、この違いを知るためにですね、大事なのはですね、どういう改善方法があるかってことですね。そこを見ていただくと、よりその違いがわかるんじゃないかなということで、まず病院はね、どういう改善方法をするのかっていうところをまずお伝えしたいと思うんですが、これはね、いろいろあるんですが、代表的なところですね。代表的なのはですね、いくつか書いていきますと、痛み止めですね、まずね。これ、飲み薬だったり、注射だったりします。痛み止めっていう薬。ですね。と、あとはですね、注射ですね。注射も書いておきましょう。注射をする。これ今言いましたね。痛み止めの注射であったり、ブロック注射って言って、神経痛に効く、そういう、注射もあります。し、あとは、手術ですね。手術。一番大きいのはこの手術になりますけども、こういったものが、主なやり方になります。もちろん違う方法もあるんですけど、種類としては似ているものというふうに思っていただいて大丈夫です。で、整体の場合は何があるのかと言いますと、これは施術ですね。手で行う場合もありますし、何かね、道具を使う場合もあるんですけども、何らかの手技を行います。施術です。で、あともう一つが、体操であったり、ストレッチであったり、エクササイズであったり、何か自分で行うやり方ですね。大きくこの二つになります。なので、ここをですね、まず知っていただきたいですね。これぐらい違います。なので、整体行っても別に手術とか受けられませんので、注射もないし、なんか薬出すこともないです。で、逆にですね、この病院行って、ね、こう、専門的な施術を受けたり、マッサージ、軽いマッサージぐらいはありますけども、ちゃんと骨格を正しくするような施術っていうのは基本的に受けられませんし、
まあ、こう、体操とかストレッチをがっつりですね、お伝えしていただくということも、なかなか難しいです。まあね、なんかね、一般的な体操とかは教えてくれますけど、あなたにマッチしたやり方っていうのは、なかなか、教えてもらえないと。ね、細かくは教えてくれないというのが、違いになってくるかと思います。で、これはですね、どういう、ね、これはもう、整体と病院で、もう、考え方が、もう、まるっきり違うんですね。何が違うか。その、改善の仕方ですね。この、椎間板ヘルニアに対する改善の仕方が、の考え方、改善の仕方の考え方が、まるっきり違うから、これぐらい、やり方が、まるっきり違うと、いうことになります。では、なぜ、この改善のやり方が、まるっきり違うのかと言いますと、椎間板ヘルニアっていうものに対する、捉え方がそもそもまるっきり違うんですね。椎間板ヘルニアっていうものの捉え方が全く違うんで、改善方法も全く違ってきます。なので具体的なやり方も全く違うということになりますので、全く違うものですから、あなたに合った方を選んだ方がいいわけなんです。なので今回ですね、この動画をお伝えしてるんですが、何がじゃあ違うのか、もちろんやり方は違うんです。何が違うのかと言います。と、その本質的なところを知っていただきたいので、そこを分からないと結局ですね、この枝葉なんで結局、こういうのは枝葉なんで、本質的なところの違いを知っていただきたいですね。そのまず一つ目として、自然治癒力。自然治癒力。これ、聞いたことあるかもしれないですけども、自然治癒力。ちょっと言う、ちょっと漢字難しいの忘れましたけども、自然治癒力。ね。これをあるのかない、まあこれを信じているのが整体なわけです。こっちは信じていません。信じてない。ここがですね、もう本質的に大きく違うんですね。これ何、自然治癒力って何なのかと言いますと、あなたの体をあなたの力で治す力。のことを自然治癒力と言います。例えばですね、ここに、例えば 手にこう切り傷をしました。ね。切り傷をして少しね、血がちょっとね、出ております。ね。で、こうなった時にあなたはどうするでしょうか。ね、ちょっと血が出てます。ね。まあ、普通はですね、これはちょっと水とかね、ちょっとサラサラと洗ったり、ちょっとその血を拭くわけですね。綺麗な布で。綺麗な、まあ、ティッシュとかで、拭くわけですね。清潔なもんで拭きます。拭くか、まあ、水で洗ったりして、ここをとにかくですね、清潔な状態、ね、血を綺麗な状態に落とすわけですね。そして、ここを綺麗にするわけです。そして、まあ、消毒するのか、何かこう、絆創膏を貼るのか、してですね、ここが、まあ、可能しないように、そこが菌にね、侵されないように、ね、こう、絆創膏貼ったり、ね、消毒して、そこがですね、それ以上汚れないようにするわけです。そしたらですね、そこの切り傷は、ね、勝手に、何も別にしなくてもですね、こう、治れとかね、しなくても、勝手に治りますよね。特に飲み薬飲んだりとかしなくても、基本的には治ります。もちろん、ひどいものだったら治る場合もありますけども、基本的には、まあそういうふうにね、しておけば、自然に、こう、治癒するわけです。ね、こういうふうに自分の体を、私たちは自分で治す力っていうのを持ってます。ね。あらかじめ持ってます。生まれた時から持ってます。ね。で、この自然治癒力によって私たちは、まあ小さい赤ちゃんからこう成長した大人になっていくわけなんですけども、この自然治癒力を信じているのが整体なんです。で、病院はこれをですね、信じていません。まあ、否定しております。なので、あなたの力で、この椎間板ヘルニアという病気は治せませんよと。あなたの持っている自然治癒力、治す力っていうのは、もうこれには、ね、まあ、効かないですし、まあそもそもそんな自然治癒力っていうものはないんですよと。ね、信じてないんですよというのがですね、この病院になります。ね、もう太刀打ちできないんだと、あなたの力は。ね、この薬とか注射とか手術をしないと、この病気には立ち打ちできないんだという、強く言えばですね、強く言えばこういう立場を取っているのが病院なわけです。だから、ね、あなたは痛みを止める力がないから、ね。だから痛み止めという薬を飲む必要があるんですよと。
ね。注射をして神経のブロックをしたりとかですね。痛み止めの注射をするのは、あなたの力ではですね、そういう神経の痛みを止めることもできないし、ね。痛みを止めることもできない。だからですね、これを打つ必要があるんですよと。これ打たないと痛み、ね、消えませんよと。いう風になるわけです。ね、手術。ね、この椎間板ヘルニア。ね、こういう風にね。ヘルニアこういう風に出ちゃってます。軟骨の中身が出ちゃってます。出てます。これはあなたの自然治療では治らないんですよと。ね。そんなんじゃな、そんな力じゃ治らないんですよと。ね。自然治療そもそも、ないんですよと。極端に言えばね。それがですね、この、だから手術ね。手術をしてこれをね、あなたにはそんな力ないから、これ、手術してこれ切りましょう。ね。レーザーで焼き切りましょう。ね。取っちゃいましょう。っていうのがですね、この、手術という方法なんです。なので、この手段は、この自然治癒力を信じてない。ね。信じなくても治る方法。ね、あなたは何もしなくていいんですと。ね。我々は全部やりますから、というのが、この病院のスタンスということになるわけなんです。ではですね、逆に、これが良い悪いは何、別なんですよ。話は別なんです。あなたはその何もしなくていいと。ね。全部やってもらいたいと。ね。自然治癒力信じてないという人がですね、病院が合うわけなんです。ですけども、もう一個、ね。生体っていうのは先ほど言いましたように、自然治癒力を信じてます。信じてます。つまり、先ほど言ったような痛みですね。椎間板ヘルニアによる痛みとか、神経痛、神経圧迫による痛み。ね、そういったものはですね、こういう、施術とかね、して骨を正しい位置に戻したりとか、ストレッチして筋肉を正しい位置に戻したりとか、正しい状態にするとですね、自然治癒力が発揮されて、その自然治癒力によってですね、これはまさかのきっかけです。きっかけによってあなたの自然治癒力が働くことによって痛みが改善しますよと。ね、いうのがこの生体の、取っている、まあ、考え方。であり、立ち位置なわけなんです。ポジションなわけなんです。ね。わかりますでしょうか。なので、先ほど言ったこの軟骨ですね。こういう軟骨。ね。これ治らないなというふうに皆さん、ね、あなたは思っていると思うんです。軟骨だからこれ治らないでしょうと思っていると思います。ですけども、軟骨がこういうふうに飛び出た原因があるわけなんで、その原因をですね、しっかりと、原因をなくしてあげればですね、こういう飛び出たものは、自然治癒します。ね。なくなるんです。勝手になくなります。ね。取らないでどうやってなくなるのと思うかもしれないんですけど、なくなるんですね。これは以前ですね、試して勝手っていうですね、NHK でやってる番組でやっておりました。これね。これ科学的にもう、証明されているそうでですね、試して勝手でやってたんですけど、結構前です。何年か前なんですけど、マクロファージっていうね、やつがですね、こいつを食べてくれるそうです。不要になったヘルニアは食べてくれるそうです。もちろん食べない場合もあるんですけども、不要になってるってことは、この神経ね、圧迫してなくて、もう、こうね、結局、まあ、骨が歪んだりするところが出てきますんで、それが取り除かれるとですね、これ不要になりますので、そしたらこれは、まあ、食べてなくなられるか、ね、マクロファージが食べちゃってなくなるか、もしくはこれで神経圧迫してなければ特にあっても問題ないんで、まあ、なくならない場合もありますけども、基本的に、食べてなくなってくれる。ということになります。ね。だから、それが自然治癒力。あなたの自然治癒力によって行われる。もちろん、施術とかね、体操とかをきっかけにしてですね、骨格とか骨の状態とか筋肉の状態が正しい状態に戻ることによってですね、自然治癒力が発揮されて、そして、自然治癒するわけなんですね。ですから、非常にこの生体による治し方、改善の仕方っていうのは非常に不思議です。ね。なので、椎間板ヘルニアで来られた方がですね、まあ痛みがなくなってきて、で、まあ、レントゲンとか撮ったりするとですね、ヘルニアがなくなっているんですね。なくなっているんですね。これは私もこの写真を見せてもらってですね、前後で見せてもらって、知ってます。知ってますっていうか、見たことあるんですけども、本当になくなっているんですね。本当になくなってて、病院の人も何なくなったのみたいな感じで、ちょっと驚いてたりするそうなんですけども、それぐらいですね、なくなるんです。ですけども、そんなね、なくなるようなことしたかなって思うわけですよ。私が知ってるんで、まあ、施術とかね、体操したから自然治癒力でなくなるってことは知ってるんですけども、もう本人からしたらですね、もう不思議でしかないわけです。
なぜかというと、普通は痛み止めとか手術とかして、こう取り除かないと、なくならないっていうふうにもね、思っちゃってるのが、自然治癒してね、なくなってっちゃうんで、もう、あの痛みは何だったのというぐらいにですね、そんな、あれとあれとあれをするだけでこんなに良くなるのっていうふうに思うわけなんですね。これがまあ自然治癒の不思議ですよね。まあ最初にお伝えしたこの、ね、ここ、ね、ピッと切れて血がね、出てても、ちゃんと拭いといたら治ってきますよね。でもこれ、まあ当たり前ですけど、当たり前のことなんですけど、よく考えたら不思議ですよね。これなんで治るんだ、何もしないのになん治るんだと思うじゃないですか。ね。これが自然治癒力の摩訶不思議さなんです。摩訶不思議だから、それを信じられる人と、信じられない人がいるわけなんですね。で、あなたがですね、本当に根本的に改善したいなら、これどちらになると思うでしょうか。当然、根本的に改善するのはこっちですよね。なぜなら、あなたの力で治しているからです。あなたの力で治しているということは、あなたの力は、そのヘルニアを治す力があるんですから、当然予防する力もあるわけになるわけなんですね。なので、治す力が発揮されて、その状態、その自然治癒力が、ね、ヘルニアを治せる力があって、その治せる力を持った状態ですね。その自然治癒力が働いている状態を維持できれば、その健康状態を維持できれば、ヘルニアは、ならないわけです。なったとしても自然治癒しますから、まあ、なったようななったようななってない感じですけど、まあ、なってもすぐなくなっていくんで、まあ、ならないということになるわけなんです。ですから根本治癒するにはですね、根本改善するには、こういう生態と同じようにですね、自然治癒力を信じて、自然治癒力が治すんだと。ね。自然治癒力を、が治すんですから、当然、それをきっかけを与えればいいだけなんで、施術によってきっかけを与える場合もありますし、ね、自分でできるところは自分による体操とかストレッチできっかけを与える。ね、きっかけをね、自分だけで与えられないとか施術をするというふうにして自然治癒力が発揮できればですね、改善できるということになりますので、ね、そのあなたがこれ、どっちにするかってことですね、どっちの方向性でいくかってことなんですね。そこをですね、まず決めていただいて、そして合う方でやっていただくと。ね。今決めたからって、それで必ずずっとね、やらなきゃいけないってわけじゃなくて、ね、こっちでやりました。整体でやった。ね。これを信じた。これね、自然治癒力あると思ってこっちでやった。だけどダメで、こっち行きました。っていうパターンもあるかもしれないし、逆にですね、こっちだと思ってこっちやったけども、病院やったけども、やっぱね、私はなんか、ちょっと受け入れられないと。いうことで、ね、やっぱ、もう一度自分の力をね、試してみようということで、整体をね、やる場合もあると思うんですけども、まあそれはですね、この、いろいろね、この人生長いですから、いろいろ混ざってもいいと思うんですけども、まず、一回決めて、今どっちをするかっていうのは、選んでね、やっていかないとぐちゃぐちゃになりますから。ぐちゃぐちゃになると、ね、何で改善したかもわかんないですし、改善しなくなっちゃいますので、ね、どっちかね、絞ってやっていただくといいのかなというふうに思いますので、まあ、私は整体をやっておりますが、まあこちらを信じております。だけど、まあ、究極的にはですね、もう本当に重症になって、もう歩けなくなってくると、もうね、こちらに頼らざるを得ないのかな、というふうに、思っております。